武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは宮崎大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学もいくつか問題のパターンがあります。まずは医学部医学科の前期について話していきますが、こちらが時間が120分で大問が 4、5 題という形で出題されております。で、問題の特徴としてはですね、図示問題、証明問題、これらがかなり多めであると。で、全体的に記述量が、多めですね。で、微積は品質で、微積の計算結構面倒くさめなものが多いという形になっておりますので、計算練習をかなりやっておく必要があるかとは思います。で、問題のレベルとしては割と見たことあるような問題が中心にはなりますので、センターや基礎突破している前提で考えると、国公立標準問題集キャンパス、こちらで記述論述の練習をする。で、これをやり込んで過去問やっていけば十分大体の問題は勝負できになるとは思うんですが、ちょっと足りないなという場合には理系数学入試の革新の標準編や1対1対応など、これらでちょっと問題数を多くしてフォローしておく、ということをやっておくといいと思います。またそのチャートやフォーカスゴールド、などの問題数が多い問題集でもともとやってた人であれば、それで、今言ったものを追加すれば十分だとは思うんですが、そうじゃなく、例えば武田でいう基礎問題成功などの、そんなに問題数が多くない問題集を使った場合ですね、これらの場合であれば計算問題集、受かる計算やカルキュール数学など、受かる計算ですかね、武田塾のルートでいうと、これらを追加でやっておくといいかとは思います。で、問題見た瞬間、先ほども言ったように、大体、よく見たことある問題かなというものになっているので、つまり周りも確実に取れるようなところは確実に取ってくる、実力者ばかりなので、ノーミスでいけるようにですね、解ける問題を完璧に解き切るということをしっかり練習して、で、記述でちゃんと答えが持っていけるように、練習を重ねておきましょう。はい、では続いて宮崎大学の数学の、今度は工学部、そして、教育学部の、数学ですね、こちらが時間120分で、大問数、工学部は過去数年で大問4つか5つで、教育学部の数学は大問5つという形になっています。で、問題の構成としては割と国立のよく出る構成というか、証明図示問題、グラフ問題が多く出題されており、中でも微積に関しては品質で、で、工学部と教育学部の数学、こちらどちらもですね、計算問題が微積で1問丸々、出てきます。で、その計算自体は割と、そんなに、難しいわけではない基礎的な問題ではあるんですが、計算練習はしっかりやっておきましょう。難易度がそこまで高くない分ですね、受かる計算などをやっておけば十分でしょう。で、それ以外の問題の構成、としてはですね、複素数や指数、対数、二次関数などのグラフ系も割と出やすいんですが、それプラス AB 範囲ですね、確率や数列、ベクトルなど、このあたりはかなり出やすくなって、おります。で、問題の難易度に関してはですね、こちらは記述練習さえちゃんとやってれば十分対応できる標準的な難易度という形にはなっておりますので、数学で点をしっかり取りたいということであれば、国公立標準問題集キャンパス、こちらのやり込みが重要かとは思います。ある程度取れればいいかぐらいの、もの、であれば、入試筆記、ロハなど、を、計算問題集とプラスでやっておけば、合格点に達しないことはないかなという、ところですね。ただそれだとその記述練習、自体は自分で問題解いてっていうことしかちょっとできないので、記述書くこと自体にちょっと自信がない場合にはキャンパスをやっておいた方がいいでしょう。はい、では、教育の数学、以外ですね、と、あと農学部、要は 1A に B の、数学、の、ものですが、こちらは時間90分で大問が3題、出題されております。で、大問3つのうち、1つか2つは、他の、工学部や教育、の数学と同じ問題が出される形となっております。で、問題の難易度は他の、工学部や教育と大きく変わらず、3がない分難易度は若干下がるかなという程度、ですね。ただやはり記述論述の練習ちょっとやっておかないと辛いかなと思いますので、理想、キャンパス、国立標準問題集キャンパスで、時間がなければ入試筆記いろは、こちらをやっておくと、いいかなと思います。で、問題の、構成としてはやはり微積が、非常に出やすい、そして図形と確率、この辺りが、品質ですね。
なので、まあ、特に、優先的にこちらやっておいて、まあ、余裕があれば追加で周りの範囲も、こなしておくという形でやっておくといいかとは思います。以上が数学の勉強となります。